皆さん、こんにちは。ダーマ役は県大会サッカー元日本代表小野伸二が現役引退を表明したそうでございます。小野伸二さんは確かにね、98年ワールドカップ最年少出場したそうです。黄金世代としても活躍した名選手と言っていいです。はい、清水だけでなくいろいろな中心浦和でも活躍し、その後は海外に渡ってコンサドーレ札幌ですね。はい、やはり小野伸二はすごいです。東日本大震災復興チャリティーマッチでも出場したそうでございます。確かに小野伸二さんは功績ある名選手と言っていいでしょう。ミッドフィルダーとして伸二小野ですね。小野伸二さん本当に功績あって見事な選手です。ぜひ監督かコーチになってほしいです。もしくは解説者でもいいです。やっぱ小野伸二さんの解説一番いいと思いますから。まあレジェンドですね。他にもレジェンドといえばミスターフロンターレの中村健吾選手、あとはレジェンド大久保嘉人さん、天皇大久保嘉人さん、佐藤久人さんもすごいです。はい、以上です。バイバイ。